パン、ラプラスダークネス大好きな俳優さんにインタビュー。ラプラスダークネスがですね、なんと、あのバットマンのロバート・パティンソンさんとキャットウーマンのゾーイ・クラビッツさんにインタビューを行いました。こちらですね、公式ホロライブ公式の、チャンネルに動画が上がってるんですけれども、少し見させていただいたんですが、あの借りてきた猫のようなラプラスダークネスと、かわいいかわいいと言って、あのにこやかにインタビューに答えてくれるハリウッド俳優のお二人が非常にですね、良かったですね。いや、これ本当にすごいことなんだよ。本当に、本当にね。うちも多分借りてきた猫になるぐらいのすごいコラボレーションなので、いや、これ本当にすごいかったなと思い、ちょっとニュースにさせてもらいました。このインタビューのね、内容の中ではね、バットマンのスーツを着たままトイレに行けるとは本当ですかみたいな、なんかちょっと気になる内容とかもインタビューしていたりとかしていたのでね、ぜひぜひ、見に行ってみてください。なんか他のインタビューも読んだんですけど、あのバットマンのスーツ着たままトイレに行けるって言ってたんですけど、我が輩が来てもトイレに行けますか、そのまま。You can. But it involves a whole... You need to have instructions. You need help. You need instructions, you need at least three people. But I kind of like having help go to the room. Oh my god!So it's not too much of a surprise. It kind of turns you into a kid where you're like, it's like、yeah. when your parents used to tell you their clothes. 我が輩もじゃあこの頭のようなカラスと一緒にバットマンのスーツ着てトイレ行きたいと思います。I mean, that'd be great. Is the crow also going to have the Batman suit? Because then you're going to have two, you need maybe three more people to help the crow、yeah. get out of this. Yeah. Does the crow, yeah, does the crow have to use a toilet?、Mm-hmm. Of course.Of course. It's crazy. Or else it's gonna go on ahead. カラス用のスタッフも用意しますね。There you go. It's a very good idea. Very fancy. But it is good luck if it does go to the toilet on your head. They just say that to make you feel better. Thank you. Thank you. ハリウッド俳優のお二人がとても気さくな感じで、好感度がめちゃくちゃ上がります。そしてハリウッド俳優を目の前にするとラプラスダークネス総帥もこうなってしまうのかという雰囲気も見れますので、ぜひ皆さん見に行ってみてください。